大谷翔平は今シーズンも二刀流として素晴らしい成績を残し、我々野球ファンに感動を与えてくれました。その活躍ぶりから2年連続の MVP が期待されましたが、残念ながら MVP 獲得票数は2位に終わりました。そんな大谷に大差をつけて MVP に輝いたのが、ニューヨークヤンキースの主砲アーロン・ジャッジです。ジャッジは今シーズン開幕直後から打ちまくり、62本塁打を放ちました。これはア・リーグ記録を61年ぶりに更新するもので、MLB 全体で見ても21年ぶりとなる60号の大台に乗せる大記録でした。そんな歴史的な活躍を見せ、見事 MVP を獲得したジャッジですが、ここに来てある疑惑がファンやメディアの間で取り沙汰されています。それは、ジャッジが所属するヤンキースが高反発球、いわゆる飛ぶボールを使用していたのではないかという疑惑です。もちろん違反球を使用していたわけではないので、仮に事実であったとしても何も問題はありません。ですが、MLB が定める基準値から外れるボールを使用していたというのであれば、これは大きな問題です。今回は現在メジャーリーグで使用されているボールについて、そしてそのボールがジャッジや大谷の成績にどのように関与しているのか、詳しく見ていこうと思います。MLB の使用球。MLB では今シーズン飛ばないボールを使用したことにより、多くの選手に影響を与えることとなりました。その影響を受けたのは、大谷も例外ではありませんでした。現地5月31日、ヤンキースタジアムで行われた一戦。大谷が捉えた打球は、高々と舞い上がりライトへ。誰もがライトスタンドに突き刺さるホームランだと確信しました。しかし、打球は徐々に失速し、フェンス手前でライトを守るジャッジのグラブの中へ。昨シーズンまでなら確実にホームランになっている打球だったとファンの間でも話題となりました。実際に飛ばないボールの影響は数字にも表れていて、4月終了時点で1試合のチーム安打数は 7.63 本。これは史上最小の数字で、本塁打数も1試合平均 1.14 を記録。こちらは2015年以降最低となりました。パワーピッチャーの出現や多彩な変化球を操るピッチャーのレベルアップも関与しているのかもしれませんが、昨シーズンと比べてみても明らかにメジャー全体の打撃成績が下がっていることを考えると、飛ばないボールが大きく関わっていることは間違いないと言えるでしょう。ではなぜ MLB は飛ばないボールを使用することを決断したのか。その要因の一つとしてメジャーリーグの人気低下が挙げられます。100年を超える歴史を誇るメジャーリーグですが、その中心となっていたのは常にホームランでした。特に現代のベースボールではホームランが主役となっており、1998年にはマーク・マグワイアとサミー・ソーサの両選手が60本以上のホームランを放つ争いを見せ、2001年にはバリー・ボンズがシーズン73本塁打を放ち、今もなおその記録は破られていません。その背景には、1995年に起きたストライキによって、離れたファンを取り戻すために、派手なゲームを繰り広げさせようという MLB の思惑がありました。この時代のボールは飛ぶボール、いわゆるラビットボールを使用し、ゲームを盛り上げることに成功しました。そして昨今では、フライボール革命などによるバッターの技術向上もあり、2019年には史上最多の6776本のホームランが飛び交いました。ですがこれが逆効果だったのです。ホームラン数は増加するものの、ホームラン一辺倒の試合となり、ファンはマンネリを感じスタジアムから離れてしまいました。これに関してはあのイチローも現役引退の記者会見で次のように話していました。2001年に僕がアメリカに来ましたけど、2019年現在の野球は全く別の違うものになりました。頭を使わなくてもできてしまう野球になりつつあるような。選手、現場にいる人たちはみんな感じていることだと思うんですけど、5年10年しばらくはこの流れは止まらないと思います。本来は
野球というのは頭を使わなきゃできない競技なんですよ。でもそうじゃなくなってきているのがどうも気持ち悪くて。ベースボール、野球の発祥はアメリカですから、その野球がそうなってきているということに危機感を持っている人って結構いると思うんですよね。イチローは早い段階からメジャーリーグにおけるベースボールが考えなくてもできてしまう単調なものになっていると危惧していたようです。MLB 機構はこのような現状を受け、今季は飛ばないボールを採用し、投打のバランスを図り、ベースボールの形を変え、ファンを再びスタジアムへ戻す意図があったのです。しかしそんな中、たった一人、ずば抜けてホームランを量産するバッターがいました。それが、ヤンキースのジャッジでした。ヤンキースの疑惑。前述したように、今シーズン62本塁打を放ったジャッジが所属するヤンキースは、飛ぶボールを使用し、ジャッジにアシストしていたのではないか、と疑惑が上がっています。なぜそのような疑惑が上がったのか、要因はいくつかあります。一つは、ジャッジが突出したホームラン数を記録したことが原因だと考えられます。ジャッジに続くア・リーグ2位の本塁打数はマイク・トラウトの40本。ナ・リーグのホームラン王カイル・シュワバーは46本。どちらも20本近く差をつけています。このように、各選手がボールを飛ばすことに苦心する中、ジャッジは例年通りどころか、例年以上のパフォーマンスを見せていることがおかしい、と指摘されているようです。そして、疑惑がかけられているもう一つの要因が、ボールの保管方法です。昨年までは、ロッキーズの本拠地、クアーズフィールドのような、高地に所在する球場や、アリゾナに位置する乾燥した地域では、空気抵抗や乾燥の問題で、ボールが非常に飛びやすいため、ボールを一定の湿度で保つ保管方法をとっていました。今シーズンからは、その保管方法を全30球団でも実施。保湿器を取り入れ、よりフェアな状況でゲームができるようになりました。しかしヤンキースは、この保管方法を行わず、ボールを乾燥させた状態に保っていたのではないか、と言われています。乾燥させている状態とそうでない場合では、ボールの重さは約3グラム軽くなると言われており、飛距離は1メートル近く差が出ると言われています。もちろん噂の範疇に過ぎませんが、ヤンキースサイドは今回の件で正式な声明をリリースしていません。この件は熱心な MLB ファンが反応。これが事実ならやばいやろ。あまりにも打ちすぎてたもんな。時間の問題でこういう話は上がってくると思ってた。このようにショックを隠せないファンも多くいるようです。しかし一方で、ヤンキースやジャッジを擁護する意見があったのも事実です。いやいや、単純にジャッジの実力だろ。さすがにボール変えたらピッチャーが気づくよ。これ、他球団のひがみだろ。今季は MLB が定めた3種類のボールを使用しています。この3種類の中で反発係数が高いボールを使用しているのであれば問題はありません。しかしファンが噂するような規定外のボールを使用していることはあり得るのでしょうか。現段階ではそのようなことはあり得ないと言えるでしょう。近年ではピッチャーの粘着物質チェックがより一層厳しくなっているなど、審判は不正がないかどうかに目を光らせています。また、ボールをピッチャーに渡しているのは他ならぬ審判なのですから、違反球を使用しているという可能性は考えにくいでしょう。ジャッジが今シーズンホームゲームで放ったホームランは30本、アウェーゲームで放ったのは32本とほぼ差がありません。さらに、今シーズンのヤンキースのチーム本塁打数は254本。こちらはメジャー全体で1位の数字ですが、昨シーズンの222本と比べてみても、急激に増加したというわけではなさそうです。数字だけ見ると、やはりジャッジの圧倒的な技術が歴史的な記録を作り上げたのだと言えるでしょう。日本プロ野球に目を向けてみても、公式球の問題は過去にいくつかありました。2011年、パリーグのホームラン王に輝いた西武ライオンズの中村剛也は、48本塁打を放ち、
2位と倍近く差をつけました。この年はコミッショナーの意向により低反発の統一球が採用され、前年に比べ本塁打数は激減。各チームの主砲が軒並み成績を悪化させたシーズンとなりました。しかしそんな中村だけはパフォーマンスを低下させることなく打ち続けました。この際もファンの間では何かやっているのではないかと噂されましたが、やはりそんなものは噂に過ぎませんでした。当然そんな不正は一切なく、正真正銘中村が実力でホームラン王を手にしたのでした。このように周りの選手が成績を落とす中、特定の選手がダントツの成績を残せば疑惑をかけられるのは日米問わずあるようです。真偽は分かりませんが、今シーズンジャッジが素晴らしいパフォーマンスを見せたのは事実です。来シーズンも大谷とジャッジの白熱した戦いに期待することにしましょう。選手たちの声では、低反発球に変わった今季、選手たちはどのような思いを抱いていたのでしょうか。昨年の46本塁打から34本塁打に減少した大谷は、1試合2本塁打を放った試合後、次のように話していました。ボールの違いは個人的にも感じます。データでも、どのくらいのスピードで飛んでるというのはわかるので、去年よりは飛ばないという印象はあるかなと思います。やはり大谷自身も、ボールの違いは感じていたようですね。しかし一方で、投手としては好循環を生んでいるとも話していました。なんか柔らかい、ソフトだなっていう印象はあります。なので全体的にゴロを打たせるような感じのピッチングの方が、いい数字が残る確率は高いかなと思います。今シーズンの投手大谷は、メジャー初の2桁勝利を達成し、二刀流として、最高のシーズンを送ることができました。このような素晴らしい成績の裏には、低反発球の恩恵も少なからずあったのかもしれません。また大谷のチームメイトのテイラー・ウォードは次のようなコメントを残しています。縫い目の高さがあるね。ホームラン性の打球を取られた時はみんな打球が伸びなかったって言ってたよ。これまでホームランになるような打球を打った時は努力が報われるべきだけど、今は受け入れるしかないね。ウォードはホームラン減少に関しては仕方がないと考えているようです。またエンゼルスの一塁手ジャレット・ボルシュは、一塁に来たバッターと話すんだけど、みんな口を揃えて言ってるよ。今年のボールおかしいよって。このようにバッターサイドからは、今回の公式球変更については否定的な意見が多く出ているようです。それはパドレスのエースダルビッシュ有も同じようでした。ある一定程度の環境でやって、自分の成長具合とかも見極められると思う。野球を面白くするために環境を変えられてしまうと、ちょっと難しい部分もあるのかなって思います。このようなコメントを残したダルビッシュでしたが、以前もルール変更について MLB に対して厳しいコメントを残していました。前述したように、昨シーズンから MLB は、ピッチャーの粘着物質のチェックを強化し、イニング途中に抜き打ちで審判が投手の手や道具を触り、不正行為をしていないかの確認を実施しました。しかし、ほとんどのピッチャーが快く思っておらず、ダルビッシュもその一人でした。僕が思うのは、投手にシーズン中にいきなり滑り止め物質を何も使えないというのではなくて、それよりも先にボールを滑りにくいものに変えることが先だと思います。ダルビッシュのこのコメントには、他球団のピッチャーも反応しました。ドジャースに所属するトレバー・バウアーは、公平にしたいのであれば審判も基準をしっかり定めてほしいとコメント。このように MLB は常々ベースボールをより良い方向へ導くために定期的にルール改正を行っておりますが、選手の声が反映されているかどうかは、現段階では何とも言えない状況のようですね。来季へ向けて、今回は MLB での公式球変更により、ジャッジのホームラン記録に疑惑が上がっていることや、選手たちから不満の声が上がっていることを取り上げてきました。しかし投稿打定となっているのは MLB だけではありません。
今シーズン日本のプロ野球では佐々木朗希の完全試合を含めノーヒットノーラン達成者が計5人も現れた異例のシーズンとなりました。さらに3割打者に関してはセリーグで4人、パリーグに至っては2人しかいませんでした。今季ホームラン王を獲得した山川穂高は、飛ばないです、間違いないです、確信は持っていますと断言しました。 NPB でも MLB 同様に使用された飛ばないボールですが、イリノイ大学名誉教授のアラン・ネイさんは詳しく説明しました。飛ばないボールと聞くと皆さん反発係数を連想されるだろうが、実はそれだけではない。大事なのは抗力係数、つまり空気抵抗です。抗力係数はボールの形と表面に関係がある。ボールの縫い目が大きな役割を果たしており、一般的に縫い目が高くなると抗力も強くなります。ネイさんのこの説明に、さらに野球データ専門会社デルタのアナリスト宮下博氏が次のように補足しました。アメリカでの調査では、縫い目の高さが 0.1 ミリ違うだけで飛距離が 2,3 メートル短くなることが分かっています。実は縫い目のわずかな変化がそのくらいに敏感なものだと分かりました。ボールの縫い目の高さなどは規定で決められていますが、縫い目の高さを 0.1 ミリ単位で管理するのは難しい。反発係数に目がいっていますが、縫い目の高さなど抗力係数が影響している可能性も考えておいた方がいいと思います。2人の意見を聞く限り、とてつもなく細部にわたって公式球は管理しなければならないことがわかります。そしてそのような変更はやはり早めに選手が納得するような説明が必要不可欠でしょう。ダルビッシュが言うように、野球を面白くするためだけにルールやボールを変えてしまっては選手は戸惑い、その先の成長はないのかもしれません。来シーズンも大谷の二刀流やジャッジのホームランを数多く見るためには、選手の努力だけでなく MLB が選手の声に耳を傾け寄り添う必要があるのかもしれませんね。来季以降、選手たちの躍動とともに MLB や NPB の動向にも注目することとしましょう。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。